どうした？ルイジどうした？え？ダークムーンだけ。ルイージが連れ去られた。ドラマチックな展開じゃないか。ルイージがダークムーンになっちゃった。そうではない。別の場所に転送されたのか、キングテレサによって。おお、雰囲気ある。おい、めちゃめちゃ雰囲気ある。いいね、このステージ。俺好き。いいな、このデザイン。俺、すげえ今、グッときたわ。カーテンが閉じる。なんとなく、僕らの太陽のステージ1を思い出すわ。おお、もう持って帰ろう。これ持って帰って終わりだ。ゲームクリアだ。おお、まあそう簡単にはいかないよねと。まあこいつを倒しちゃえばもう終わりだよね。ぐわっはっはは。すごいな、クッパみたいな笑い方だな。冠かぶるとそうなるのか。久しぶりだな、ルイージ。まさか俺様のことを忘れたわけじゃないよな。俺、お前のこと一回吸い込んだぞ。どうやって逃げたんだ。そうだ、俺様こそがテレサたちのボス、キングテレサ様だ。こういうキャラだっけ、キングテレサって。その俺様をあんな絵の中に閉じ込めやがって。だからどうやって脱出したの、ルイージマンション1の後。ん、どうした、まさか忘れたとは言わさ。え、ルイージ忘れたの、あの死闘を忘れたの、ルイージマンション1の死闘を。ふざけた掃除機を背負った貴様と。確かによくよく考えたら、掃除機でお化け吸うって変な話だよ。そのふざけた掃除機を作ったあのメガネジジイが俺様を絵の中に閉じ込めたんだろうが。確かに、その貴様らに復讐するために俺様はここまでやってきたんだ。ここのお化けたちは使いやすくていいぞ。いいのか、そんなこと言っちゃって。お化けたちはあまり本意じゃないかもしれないぞ。俺様がちょっと紫色の物体をぶっ壊してやっただけで、凶暴になって貴様らを襲い始めた。なわけはやっぱり本来凶暴なものなんだよ。無理やりダークムーンで押さえつけたんじゃないか。勝手に俺様の復讐を手伝ってくれるんだからな。こんなにいい奴らはなかなかいないぞ。都合がいい奴らって意味だな、キングテレサにとって。それなのに貴様は今回も俺様の部下たちを笑わせんな、キングテレサ。急に笑わせないで。スポ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 。急にギャグパート入ったな、吸い込みやがって。めちゃめちゃ喋るね君。もう許さん、今度こそ貴様らをこの額縁の中に閉じ込めてやる。覚悟しやがれ。おーい、ついにボス戦か。あまりラスボス感ないな。なんか可愛いな。口ムーって今してるのは可愛いよね。力貯めてますムーみたいな口してるの可愛い。キングテレサ可愛いんだよな基本。おー、何ちょっとお遊び感入ってない、大丈夫。アトラクション感あるよ、キングテレサ。はいはいはい、鉄球好きね君。ルイージマンション1の時も使ってたけど。なんだなんだこれ、ぶつけたらいいのかこいつに。おバカちゃん、鉄球が落ちるところに。なるほど、キングテレサ置いといたらいいのか。俺もぶつかったわ。見えてなかった、見えてなかったのは俺の方だな。あ、カエルも降ってくるんだ。でもあれ回復アイテムだよね多分。そこで待っててね、テレサちゃん。おバカちゃん可愛いんだよなテレサ、ほんと愛すべきバカって感じ。でもこれで終わりだ。吸い込んじゃった、簡単。え？嘘でしょ？今までこれ耐えたやついねえぞ。最後の最後体力なくなったのに。さすがキングテレサと、ここは褒めるとこなんだろうな。アトラクション？アトラクション？ルイジ楽しそう。逃げるのか？おぉ。もう急に横スク始まった。マリオといえば横スクでしょと言わんばかりの急な横スク。おぉ、楽しい楽しい。急にアトラクション、お金も回収できちゃうよと。急に楽しいステージ始まった、これ。後ろの方どうなってるんだろう、ちょっと見たいな。うおお、転がってるのは予想外。いてててて、20しか食らわない、優しい。やっぱこいつらなんか仲いいんだよな。あと遊んでるだけだよね、テレサとルイージ。テレサも本気出してないし、ね、おお、なんだなんだ、バネがビヨーンと。はいはいはい、もっと、もう一回ビヨーンと、もう一回ビヨーンと、もう一回ビヨーンと。なかなか行くねルイージ。え、何急に視点変わるよ。クラッシュバンディ行くこれ。
これ何、この砂は入ったらどうなるの、あ、足が遅くなるのか、めちゃめちゃ遅くなる、思ったよりだ。ただ回復もあるからな。はい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 、もう何、いろんなステージ始まるね。うわー、やっちったー、間違えた、選択を誤った。いろんなステージの今までの総復習。おお、またビヨーンか、え、何ビヨーンと楽しい、キングテレサ人を楽しませる術を分かってるよな。テレサそこにいてね、そこにいてねバカの子かわいい、テレサかわいい、ぺちゃんこにされるテレサめっちゃかわいいよ。あ、これ一回で吸い切れんの、はあ、なるほどね。ただキングテレサ、これがラストだ、最後は景気よく吸い込ませてもらおう。オッケー、え、まだ耐える、嘘でしょ、うおー、マジかよ、マジなんかあんのか、強っ。おお、どうすんの、え、もう一度アトラクション、またやんの、正直もう終わりかと思った。もう一度アトラクションなのか、楽しませてくれるな、てっきり終わりだと思って、なんか俺決め台詞まで言っちゃったわ、恥ずかしい。うわ、おしゃれ、背景めっちゃおしゃれ、ちょっと真夜中テレビ感あるよな。あ、暗いんだ今回は、先がいまいち見えない、こうなるとストロボ優秀だな、どんなとこでも照らせるストロボ優秀。チャージもできて、あ、チャージしてる間はそうか、足が遅くなっちゃうのか、じゃあひたすら走れと、そういうわけだな。滑る、超滑る、痛い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 、これノーダメージクリア意外にむずいやつだな。おお、楽しそう、やっぱ楽しんでんだよな、ルイージ。おお、あった、危ない危ない、ぴょーん、楽しそう。おお、一斉に振り下ろしてくる、大迫力、そして楽しい、ほんとエンターテインメントを分かってる男テレサ。おお、どうしたどうした、危ねえ、一つ覗いて、おお、全部の全体攻撃、ロックマンエグゼみたいな戦い方してくる。はい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 、基本真ん中にいたら安全ってことだな。ここね。おお、何？トゲとか用意してくんの？強い強い。お、これで終わりじゃないか？ついにキングテレサ。よし！ 3 段階目普通に据えた。え、何？あ、え、ダークムーン？あ、違うのか？またこの、クソ安い王冠。もらうの、ルイージ。5000円しかないよ、それ。やめた方がいいよ。ルイージマンション1だとね、この王冠、すげえ安いんだよね。ラスボスを釣って手に入れた宝石の割には5000円っていう、オチが待ってる、ね。てか、釣って満足してるけど、あ、ここで戦ったのか。驚き宮殿にいたんだな。おーい、ヒロインだ、悲劇のヒロイン、マリオ、え、おやま、自分でも来るのか、なんか老けたな顔。すくすくちゃ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 、おやま顎は健在。はいはいはい、これでお前を吸うってことだな、おやま。キングテレサよりも俺の敵だったな、小山、最後まで。まあそういう冗談は置いといて、マリオを復活させ、うわ、なんか怖いな。マリオ、You save マリオ。ワンの頃だと泣いてたんだけどね、ルイージ。今回あんまり慣れたのか。泣いてないね、ルイージ。ルイージマンション3は果たして最後マリオを助けたらルイージは泣くのかどうか楽しみだね。よし、ダークムーンを全部、
おお、でかくない？これでお化けたちがおとなしくなると。ただ俺はお化けはもともと凶暴なもので、このダークムーンの力で無理やり押さえつけてたんじゃないか説を唱えてるけどね。おやまこそが お化けの敵だったという、そういうオチじゃないかと俺は思って。凶暴なお化けが、うおーかわいい、黒目がついた。おお、憑依もな、可愛くなるんだ。あ、いいね、ここでこの音楽流れるのいいね。何、お化け同士の構想もあるの。都合がいいな、ジャイアン。何そのスイッチ、お化けとテレサ。あ、解放してあげるのか、優しい。きり丸みたいな笑い方するな。なんで肩組んでんの、記念撮影。こう見るとやっぱり敵のバリエーションルイージマンション2ちょっと少ないな。同じ赤に惹かれるのか、やばいよ、腰いかすよ、そのまま投げ捨てちまえよ。あ、おばけん、おばけんも正気を失ってたってことなの、かわいい。そうか、おばけんも黒目がなかったんだな、忘れたわ。こいつもダークムーンの亡くなった影響で凶暴化してたんだ。でもだいぶなんか楽しそうだったけどな、おばけんに関しては。何それ、気が利く。気が利くね。いいなこれ、このエンディングいいな、ちょっと感動するわ。今まで敵だったお化けが一緒に映ってるのもなんか気分いいわ。家に飾ってんだ。いいねこれ。お化けん、そうか、ルイージマンション2の最後で一緒に暮らすことになるんだ。へえ、それでルイージマンション3に繋がるんだね。ルイージマンション3の情報をね、ほぼほぼ仕入れず初見プレイを楽しみたいと思ってやってるんだけど、どうやらね、舞台がホテルっていうことだけは知っていて、おばけんがねマスコットとして出てくると、そういうことも知ってる。そうか、最後に一緒に暮らしてるからか。なるほどね、いいエンディングじゃないか、エンディングというか。いい展開じゃないか、よかったな、ルイージマンション2。あ、終わり。ああ、うおー、そんなとこまで見れんの、ルイージの楽しそうな。意外や意外。あ、この音楽流れるんだ、いいね。ルイージマンション2面白かったね。正直あんまり1と比べて別方向に行っちゃって、正直どうなんだろうって思ってたんだけど、いざプレイし直してみると普通に面白かったわ。波のゲームより俺全然楽しかったわ。これやり込み要素とかガチでやり始めるとすげえやり込みやだから、やり込みゲーだからまた難しいんだろうな。いやー、ルイージマンション3前にクリアできてよかったわ。もう心置きなくこれでルイージマンション3に行けるね。あ、この3匹もちゃんと黒目が戻ってきてる。黒目って言っていいのか分かんないけど、正気を取り戻してるね。楽しそう。ルイージ別にお化けとそこまで仲良くしなくてもいいんじゃないか。いくらいいやつになったからとか言って、お前ルイージお化け以外に友達いる、大丈夫。あ、なるサイコキネシスで3人ともふよふよ飛ばしてもらってるんだ。いいな。ルイージマンション1はね、エンディングがねすごい明るい曲だったんだよね、確か。本編のおどろおどろしい雰囲気とは違ってエンディングがすげえ明るい曲だったんだけど、ルイージマンション2はそのままの音楽でエンディング迎えるんですね。またそこも1とは違う方向と。いや、面白かったな、ルイージマンション2。ルイージマンション3がねますます楽しみになった。これ一応多分2がねベースで作られてるんだとは思うんだけど、もう1みたいなルイージマンションはあんまり作らないのかな。まあ難しいしね、ボリュームも。これ何だったんだこいつら、わからんぞ。雪山にいた謎のイエティの赤ちゃんみたいなこと、これ成長したら雪男になりますよみたいな、そういうこと。モッフモッフしてるもんね。おい、力持ち。ピキピキお化けのさ、根本的な解決はしてなくない？クリスタル、テレサによって改造させられた。
ピキピキお化けたちは元に戻ったのかな。あのクリスタルの力はダークムーンうんぬんで解決できるもんなのかな、わかんないけど。ルイージお化け以外に友達いないんじゃないかっていうぐらい一緒に楽しんでんな。出た謎の装置、石炭を打ち出すかな爆弾か、爆弾打ち出す謎の装置、これで採掘を進めたってことなのかな。百鬼夜行動は、うん、すごいね。ピアノも教えてもらってると。ただルイージ結構ピアノ弾けるんだよな確か。あ、違ったっけ、なんかルイージマンション1で弾いてなかったっけ、気のせいか。アートワークとか見たいな確かに、ルイージマンション2のてかルイージマンションシリーズの。え、この今戦ってる緑とか赤とかさ青のさお化けたちは3に出てくるのかな。3がね、どういう雑魚お化けが出てくるかも俺よく知らなくて、どういう原因でルイージとまた戦うことになるのかと。ここまでエンディングでさお化けたちと仲いい姿見せられちゃうとさ、なんか戦いたくないよなこのお化けたちと。仲間だもんな、むしろ2のお化けたちと3の悪いお化けたちと戦ってほしいくらいの味方であってほしいな、うん、はい。というわけでルイージマンション2これにて終わりになります。はい、多分ねこれがアップされてる次の日ってか、まあそのアップされてる日の夜12時だね、ルイージマンション3が発売になると思うので、またね早速1日目やっていくので、またね動画なりでやっていくと思います。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。ルイージマンション2すごく楽しかったです。3もやるのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次はルイージマンション3でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。